はい、本日ですね、こちら史上最強のリュックを購入しましたのでご紹介していきたいなと思います。今まで僕ブラックエンバーとかアークテリクスめっちゃいいですよって話したんですけど、ちょっとレベルが違いました。これはここ数年でのトップ3に入るぐらいの衝撃やったんで、まあこれ皆さんにねご紹介していきたいなと思います。アイテムがこちらなんですけど、エイブルキャリーっていうんですかね。確かそんな名前やったと思います。で、それの今回紹介したのがこれなんですね。以前、オッシュマンズさんで買い物した時に、これやばいですねって言ってたけども、まあ店長さんがおすすめしますって言っておすすめしてくれて、まあああいうのって結構なんていうの、おすすめしてるけど、正直店舗によってはですよ、で人によっては在庫は結構余ってるからこれちょっと履かしたいっていう時もあるじゃないですか。だからマジのおすすめなんかって言われたらちょっと違う時ってあったりすると思うんですけど、これガチのおすすめだったんですよ。ガチ中のガチやって、でなんでそれを分かったかって言ったら、僕も強って分かったんですけど、先にこれのすごいとこ言いますね。無重力のバックパックなんですよ。テーマが無重力のバックパックって、最近ちょこちょこ僕よく展示会とか行くんですよ。生地とかリュックとかね、あるはあるんですよね。で、あ、そんなんやってんねやっていうとこもあったんやけども、これ嘘くさいなと思ったけど、これ体感思ってる倍以上すごいと思ってください。でそれをまあ今回紹介していくんですけども、これね、アイテム名がデイリープラスっていう、まあ、21リットルのリュックなんですね。まあ、背負ってみると、こんな感じの雰囲気。小賢しい説明はしません。っていうのも、例えばね、前のこのバックルのところが磁石になってるとかっていうのは、これって正直今のリュックに最低限の備えやと僕は思ってるんですよ。例えばアークテリクスとかってその備えがもうないんですよね。でもバックルって言ってもこのカチンってするタイプ。こんなんてもう今やもう僕の中では遅いんですよ。2020年代でこれはもうちょっとせめて磁石にしていこうよというところで言ったら、このブラックエンバーがされたんですね。ブラックエンバーが、ここ磁石やって、これめっちゃいいと、で衝撃を受けたっていうのが今から約2年ぐらい前ですかね、やったと思うんですけど、とうとうやっぱこれがベースになりだしてるんですよ。でそれは僕らとしては嬉しいですよね。やっぱりどうせ使うんやったら、このカチンカチンしてるその登山みたいなリュックじゃなくて、ここがいかにもスタイリッシュな感じで、近づけるだけでカチンってひっついてくれるっていうのがいいじゃないですか。今はこれ中身何も入ってないから、ここにねいろいろ入れていきたいなと思うんですけど、小物がっつりした小物があるんやから、これをガチンって入れちゃって、これでね、これパッと背負うでしょ。片方で背負った時は特に今までのリュックと違いないんですよ。リュックタクドなんかおすすめしたけど、まあ確かに悪くはなさそうやなぐらいにしか思わへんけど、これを両方やった瞬間、えってなります。マジでってなる。これが無重力のバックパックって、ちょっと2割3割軽くなるぐらいかなと思ったけど、全く違う。なんやったら半分以上軽くなる。だから多分もしこれが10キロやったとしても5キロぐらいに感じるし、正直なところ言うともっと軽く感じます。僕としては体感3分の1ぐらいにしか感じてないんですよ。だからもしかに10キロのリュック、僕結構ね飛行機とか乗ること多いんですけど、パソコン入れてカメラ入れてってやったら、ちょうどね8キロとかぐらいになるんですよ。手荷物ギリギリみたいな感じでいつも行くんやけど、その時とかもう重たいんですけど、背負ってる体感としては多分2キロぐらいにしかもう感じひんぐらい、めちゃくちゃ軽く感じるんですよ。え、なんでなんかっていうと、なんか僕が背負ってる感じはね、まだ今ちょっとこれ改造できてないんですけど、背中のところで支えてる感があるんですよ。普通リュックって肩で支えてる感じあるじゃないですか。じゃなくて肩今ここねスカスカなんですよ。むしろ肩には何もかかってない感じで、この腰で持ってる感じするんですよね。だからって言ってこう背中後ろに行く感じでもなくて、下にこう下に行ってる感じ、こうなんていうの、横に行ってるっていう重さじゃなくて、こう下に落ちてるような感じの重さやから、全然重くないんですよ。ほんま嘘みたいな話なんやけども、これはもう体感するしかない。僕去年にオンっていうスニーカーすごい履き心地やばいですよって言った時も、え、ほんまですかとか言ってインスタとかで来たら、そんな質問せんといてください。もうとにかくこれは背負わな分からへんから、背負ったら勝ち。もう背負った瞬間に気づいたらね、レジ並んでます。なんでっていうぐらい一瞬でもうこうやってレジにこうやって待ってますわ。無な顔してこうやって並んでて、お会計だけしてるっていう状態になるぐらいすごいです。このブラックエンバーとかアークテリクスもちろんすごいんですけど、重量を重量のまま感じるじゃないですか。当たり前ですよね。5キロの問題だったら5キロの重さがここに来るはずなんですけど、これはほんまに半分以下って言って全然問題、僕は3分の1ぐらいと思ってるんやけど、よかってすごい衝撃を受けました。こんなリュックほんまにあんねや。衝撃度で言ったら、人生で初めてうんちした時にウォシュレット使った時みたいな感じ。こう題して、今までは紙でゴシゴシ浮いたけど、ウォシュレットして、こんな世界があんねやって思ったでしょ皆さん。あれと全く同じような感じで、ウォシュレットの衝撃をもう一回味わえるんですか。そうなんですよ。これだからウォシュレットリュックっていうぐらい、あの衝撃をもう一度っていうのが、まあ、テーマになってるんちゃうかなっていうぐらいね、すごい軽く感じるっていうところがまず一つで、次っていうのが最近では当たり前だけども、まあ、こういうアローとかね、こういうブラックエンバー、もう防水っていうのがもう言うたら当たり前じゃないですか。でこれに関してもそうなんですよ。もうこれ防水なんですよ。だからちゃんとこう止水ジップとか使われたりとかしてるので防水仕様になってるんですけども、これねもう一個ちっちゃいタイプがあって、10何リッターのやつあるけど、それは防水仕様じゃなかったんですよ。だから全部が全部防水ってわけじゃないし、このブランドのやつが全部防水ってわけじゃないので、このデイリープラス21リットルっていうのは防水になってるので、いちいちこうリュックを入れ替える必要がない。雨の日からうわ入れ替えなあかんとかっていうのも全くないし、で大体こういう新品で買った時、なんか靴とか言わんだけど、靴新品で買ってよっしゃって楽しみで履いて喜んで出たら、帰り雨降って帰ってくるんですよ。おい
せっかく新品で下ろしたばっかりやのにってあるあるじゃないですか。だけどこれとかは別に雨降って、いや新品で僕運ないんですと、いつも下ろした日に限って雨降るんですみたいな人おるんやけども、まあ、僕みたいな雨男ですよね。僕旅行行ったら大体雨降るんやけど、そういう人なんかもこれは買って初日に雨降ってくれても何の問題もない。ただ裏側は防水じゃないですよ。この裏側のこのメッシュの部分は防水じゃないから、ずっと雨に対してこうやってたらビチョビチョになると思いますけど、まあ、普通に背負ってる分にはこの接地面って濡れるっていうことであんまりないじゃないですか。だからまあそこは問題ないよねっていうことになってくると雨も全然問題ない。ここまでやったらまあこの辺りと比べても軽いっていうところからやっぱりこうアドバンテージあるよねぐらいは分かると思うんですけど、次はね何がいいかっていうと、まあ、リュックあるあるなんですけど、こうやって地べたとか置くこともあると思うんですよね。地べた置くときってアローとか見たら分かるんですけど、この角度がついてるがおかげに置いた瞬間どうなるかっていうと、こうやってこけていくんですよ。で倒れる、まあ当たり前じゃないですか、リュックってそうなんですよ。ブラックエンバーも置き方に置けばちゃんとこうやって置けるっていう感じなんですけど、このねどこか分からんブランドに関してはそこに重りみたいなのが若干入ってるんですよ。だからそれによってパンって適当に置いてもこけないんですよ。まあ、地べたにこれを置くことをどこまで想定してるかっていうと、僕は正直置かないんですよね。地べたに置くぐらいやったら、まあ、今もそうなんですけど、基本的にはこういうクリッパっていうのを使ってかけるようにしてるので、こういうクリッパでこうやってかけるから地べたに置くっていうのは僕個人的には好きじゃないんですけど、まあ、そうやって置きはる人もいてる。テーブルの上とかに置いたりとか、自分の職場のデスクの上に置くってなったりしてもこうやって自立するので、まあ、そこまで考えられてるよと。だから昔とかで言ったらあのプリクラありましたね。プリクラ撮る時とかってリュック背負って、学生時代にリュック背負って、じゃあ彼女とプリクラ撮ろうかってなった時とかって、今プリクラあるんか知らんけども、まあ、それの時って大体こう壁に沿うようにこうやって置いてね、こう落ちてこないように、よしよしじゃあ撮ろうっていうのあるじゃないですか。それがもうこれもうプリクラ撮る時なんかもう上からヒューってやってパンってやったらもうそれだけ立ってるんですよ。でハイチーズっていけるわけなんですよね。って考えたらこれもう今やあるか知らんけども、プリクラ撮る時なんかもこのリュック使ってくださいというようなリュックになってて、まあ、個人的にはこのブラックエンバーを超えるようなリュックってもう多分今後しばらくは出てこへんやろうなと思ってたんですけど、まあ、これは正直僕の中では確実に超えたなっていう思ったんですよね。でそれはなんでかっていうと、まあ、後のおすすめの人とかでも言おうと思ってるんですけど、ブラックエンバーのやつって、まあ、このフォージ以外にもいろんな種類があって僕も何個か持ってるんですけど、すっごいいいんですけど、重さは重さのまま感じるってめっちゃ当たり前じゃないですか。普通のこと言ってんだけど、それを感じないのがいかに楽なんかっていうことを体感してしまうと多分抜けれなくなっちゃうんですね。それで言うと分かりやすいのが、普段使ってる枕ってあなたに合いますか合いませんか分からへんじゃないですか。だって毎日使ってるからそれが合うんかどうかなんか分かってないけども一応使ってるじゃないですか。だけどめちゃくちゃ自分用に合うフィットのそのオーダー枕を、まあ、僕この間作ったんですよ。こんなもっと合うんですよ。今までこんな合わへんかったのって自分よりいいグレードのものを持った時に初めて前のが低かったんやってことに気づく時ってあるでしょ。でそれと全く同じで、あこんなに肩で持たへんって楽なことあんねやっていうのも持ったら初めて気づくんだけど、持つまでは別にリュックにそんなに不便感じたことないし困ったことないし別に今ので満足してるからいいよっていうのは買いモデルの時はそう思うんやけど、それの上位互換を持っちゃうと、あもう戻られへんっていう。今多分ブラックエンバー持ってはる人ってアークに戻れないと思うんですよ。アーク持ってる人って言ったら学生リュックみたいなのに戻れないと思うんですよね。だから自分より上のやつを知ってしまうと下に戻れなくなるのと同じで、これもそのどっかのブランド、どこのブランドか忘れたけど台湾かどっかって言ったら気するんですけど、僕正直その国とかも知らんし、これのブランドかどういう経緯で作ったか知らんけども、リュックのクオリティだけで言ったら多分過去ナンバーワンやと思います。でここまで僕動画ではっきりめっちゃおすすめするっていうかいいって思うことないじゃないですか。だからほんまにいいと思ってます。まあブリーフィングとか、まあ、この辺とかやったらまあ8万ぐらいするリュックなんですかね。ちょっと形変わってますけどマンティスとかっていうのもあったりするんですけど、もうかすみます。一回このリュック持っちゃったら全く興味なくなるっていうぐらい、まあ、完璧に作られたリュックやなっていうのを感じます。だからカバン屋さんが作ったリュックっていう感じではないんですよ。カバン屋さんが作ったリュックは基本こうなるじゃないですか。ブリーフィングもさああなるじゃないですかってなるんやけども、これは IT ベンチャーが作ったんかなみたいな、その科学的な人体構造を元に作ったような、そういうちょっとベンチャー気質なとこが作ったんちゃうかなっていうような、そもそものプロダクトはバックパックっていう枠は一緒なんやけども、入り口が違うような気がするんですよ。しっかり構造を考えられて、いかに負担がかからないかっていうのを考えられてるような感じがするので、ちょっと違うアプローチやなっていうのは個人的に思うんですね。で中身見てみると、まあ、気になる人はネットとかで見てみてください。まあ、こんな感じで、基本僕よく言ってるけど中身が黒なんはやめた方がいいと。なんでかって言ったらどこに何があるか暗い時分からへんから、グレーにすることによって中身に何が入ってるかめっちゃ分かりやすいし、まあ、パソコンのとこもあるし、ガバッと21リットル入ると。それ以外のポケットどうなってるかって言ったらここ2種類、この前のところにキュッてアクセスできるポケットがあって、ここはわりかし深めなポケットです。ノートとか入るような感じ。もう一個横にあるこのちっちゃめのとこにはペットボトルとかピュッて入れるようなぐらいのサイズがあるっていう感じなんで、こう背負っててアクセスするときにこういうアクセスの仕方をするっていう感じなんですね。
ただ僕個人的にはあんまりこういう縦のファスナー好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、縦のファスナーって基本的に物は重力に従って下に全部落ちるじゃないですか。開けた時にここごちゃごちゃになってるんですよ。だから基本的にはこういう横のファスナーの方が好きなんですけど、まあこれは人によるから僕の話は興味ないと、お前の話なんかどうでもいいっていう人もいてるから、まあ、あれなんですけど、まあこういう裏側とかファスナーは特にないです。もう表のメインファスナーとこの縦ファスナーが2つっていうところがこのリュックの特徴で、まあ今カジュアルでこうやって着てるってなったらこんな感じじゃないですか。他にも例えばダウン着ますと、まあダウンジャケットとか着た場合とか言ったらこんな感じですね。まあ、これはこれでもちろんカジュアルで合うし、まあそもそものこの表地がナイロンじゃないですか。だからナイロン生地だからこういうカジュアルは絶対合うんですよ。で特にアウトドアなんか絶対合うのは分かってるから、まあ、それはそれでいいんですけど、問題なのは次はスーツ系ですよね。まあ例えばこんな感じで、まあジャケットとパンツと、まあちょっと綺麗めなスタイルにしてるとしましょうよ。でこういうねスーツ系の時にって感じなんですけど、これね合わないことは全然ないと思うんですけど、どっちかって言ったらやっぱカジュアルの方が合うんかなとは思いますけども、まあスーツ系とかでもまあ全然いけんことないかなと。まあ特に最近こうスーツにリュック背負う人もいてはるじゃないですか。だからまあそう考えたら、特にこう出張とかで荷物多いとか書類多い、パソコンも iPad も持ってかなかったらめちゃくちゃ疲れるんですよ。でしかもその時にこういう持ち方してる時ってもう腕疲れてしゃあないんですけども、なんせとにかく無重力やから全く重さ感じひんからめちゃくちゃ楽にね仕事できるんかなと思います。で値段がですいくらなんかってことなんですけど、これ35,000円の消費税、38,500円なんですけど、正直僕個人的にはめちゃくちゃ安いなと思います。値段だけ聞いたらそんな安くないけども、だいたいリュックって毎日背負うじゃないですか。まあ今もオンもオフもって言ったから365日背負えるわけなんですね。って考えたら1日100円なんですよ。1日100円って缶コーヒーより安いんですね。缶コーヒーを買うか1日100円でこう楽な思いをするかってなった時に、多分1年っていうことはないから2年3年持ちますってなった時に、もう全然3年とか持ったら1日30円なんですよ。そう考えたら特にこう仕事できる人とかバリバリ仕事やってる人とかね、そういう方なんかにはめっちゃ向いてるんちゃうかなと思います。ただこれねいいとこばっかりじゃないんですよ。で悪いとこもあって、個人的に何が悪いかって、まあ僕が最初思ったのはデザイン的にはやっぱ縦っていうのが使いづらい、全部が下に落ちるから。例えば家の鍵とかアイコスとかちょうど入れたいぐらいのエアポッツとかは全部この辺でぐちゃぐちゃになってるんですよ、下で。これちょっとどうにかならんかなって。例えばこう横側に1個ファスナーつけるとかね、メッシュつけるとか、なんかそういう風にするとすごいアクセスしやすいし、鍵とかでピュッて取るとか、まあ鍵はちょっと防犯的に危ないってなるんやったらリップとかはすごいピュッて取れるけど、この中にリップあったらもうぐちゃぐちゃになってるから、もう何が何のことかわからんくなってるんやけども、まあ、見やすいのは見やすいですけどね。その辺がちょっと気になるなっていうところなんですが、それ以外にも皆さんのレビューもあったんですよ。購入されてる方のレビューとか見ていくとどうなるかというと、まあ、出張とかで使う時とかって、まあ、キャリーケースあるじゃないですか。でこれが一体化はしないんですよ。置けることは置けますけど、キャリーってこのままこうやって運ばへんじゃないですか。でこういう風にして、まあ、こう運ぶじゃないですか。ってなった時なんかはやっぱいつでも落ちたりとかするので、出張の人が使えんねんけども、これは別でちゃんとこう背負っとかなあかんっていう感じなんで、例えばこういうなんか通せるやつが例えばあってね、こうガシャンって一体化すればこうやって固化しても全然ついてくるじゃないですか。そういうのがないっていうところがちょっとデメリットっていうお声があったり、ただ背負っときゃいいんですけどね、こうやってくれば全然問題ないっていう感じだし、あとお声があったので言うと表面が結構傷つきやすいっていう声があって、こんな感じなんでこう傷とか入ると分かりやすいらしいです。まあ、僕は今ちょっとまだ使ってないから分からないんですけど、傷が結構ついてくるとこういったこう綺麗な感じのスタイルとはちょっと合わなくなってくるかもしれないんですけど、まあ、他の方のレビュー見てる感じですごい傷つきやすくて困ってますっていうのはあんま言ってなかったので、一人だけそういうお声があったり、あと出し入れがちょっとしにくいっていうところがあって、これはねちょっと無重力の影響を受けてるんちゃうかなって個人的には思うんやけど、これパッて見てください。この底のマチの部分っていうのがこうあるわけなんですね。でここに、まあ、荷物入れていきますよと、ガシガシ入れていきますよってなるんやけども、庫内リュックあった時になんかこの辺りに重心を感じるんですよ。でここで持ってる感じがするんですけど、何かしらの仕掛けがここにあるはずなんですよね。だからそれの影響化してここの開け口は広いんですけど、この奥側がちょっと取りづらいっていうのがちょっとお声があったぐらいで、まあ、それ以外は普通に使えるようなリュックになってるんちゃうかなと思います。なので僕個人的にやっぱおすすめなんやなと思うのが、まあ、久々にねこのフォージとかも背負ってみますけども、やっぱり重さをそのまま感じるっていうところなんで、入れない時は軽いですよ。入れない時は軽いけども、入れるとやっぱ重たいんですよ。ちゃんと重たいから、それはしゃあないっちゃしゃあないんですけど、まあ、それを解決してくれるっていうところで、どんな人におすすめかというと、毎日の生活をワンランク上にしたい人、今は全然困ってないよと、全く困ってない、リュックがすごい困って整骨院行ってます、それが原因で肩こりになりました、そんなんはないんやけども、なんとなく、まあ、今のところで別にそんなしっくりも来てないし、まあ普通かなっていう感じの人なんかはもう一個上ないかな、探してもないけどあればいいなっていう人おると思うんですよ。その人にジャストで、まあ、僕の正直な感想はやっぱり買い物動画見てください。で買い物動画って言ってるのがマジのリアクションなんですよ。それも打ち合わせも全くいつもせえへんから、動画撮る前に店長さんにおいしゃーすって言って、でそっから
はい本日はですねって始まるから、どこの店舗行ってもそうなんですよ。だから全く打ち合わせせんとした方が新鮮な気持ちで動画撮れるっていうことなんで、もちろんこれも知らん状態で店長さんに1個いいリュックあるんですよって言われたから、あじゃあ一応撮っとこうかみたいな、正直買うつもりないけど、まあ、動画の尺として撮っとこうかみたいな感じだって、でまあ撮ったらいいから買いますみたいな感じで買ったんで、ちょっと僕個人的にも今ねこうやって自分でもリュックって作ってて、まあ、僕の場合はどっちかって言ったらこうレザーで作って、こう防水のレザーで作るっていう感じで作ってるんですけど、まあ、普段はこれ使ってるんですけど、どうやってこの人体にこう負担が来てないかっていうのをちょっと一回これカバン屋さん、リュック屋さんにね持って行って、どういう構造してますかっていうちょっと紐解いてもらおうかなと思ってます。でもしそれが取り入れるのであれば、ちょっと取り入れたいなと思うし、まあ、そうなってきたら値段は相当高くなると思いますけど、まあ、これが例えば特許取られてますということであればもうできないとは思うので、まあ、その辺なんかもねちょっと一回調べたいなっていうぐらい性能として完璧に仕上がってるなと思いましたんで、まあ、デザインとかはあと好みがあると思いますので、まあ、できることなら一回店舗で背負ってほしい。ただもう数ないとか在庫ないって言われると、もうとにかくオンラインで一回買ってで、まあ、返品の可能なお店とかあるじゃないですか。そういうところで、まあ、買って返品覚悟で買わせてもらうっていうのも一つの手だと思います。そういうサービスやからね、それはそれでいいかなと思うんですけど、まあ、できるならば店舗行って、まあ、背負ってで荷物入れてっていうところが一番わかりやすい。宅蔵が言ってたのが、あほんまなんやと、これマジで半分って言ってるの結構控えめに言ってるんちゃうかなって思うぐらい感じれると思います。で僕らみたいなおじさんなんて聞いたら、やっぱり物に投資するっていうよりかはやっぱ価値に投資したり体験に投資したりしてるから、こんなに軽くて快適に移動できんねや、そして荷物運べんねやっていう、その体験にお金を払うって考えたら、すごいコストパフォーマンス的には安いんちゃうかなって、まあ僕は思ったんで紹介させていただきました。まあ、中途半端に1万とか2万のリュック買って、結局なんかやっぱ肩もしんどいしボロボロなってきたし買い替えるってなるぐらいやったら、もう最初から3万8000円やけども初期投資しといて、それを長く使って肩も痛めない、腰も痛めないで長く使える、で書類もいっぱい入れるから商談も決まるっていう方が、まあ、人生として豊かじゃないかなっていうところが、まあおじさんはみんなそう考えるんですよ。だからね、そういう風にねやっていったらいいんかなということで、本日はですねリュックの方の紹介をさせていただきました。多分今後しばらくの間このリュック超えるリュックっていうのは多分出てこうへんと思いますので、まあ、僕個人的には購入できてよかったなと思うし、まあと言いながらもしかしたら出てくるかもしれんけどもね、まあわからないんですけど、ここ数年はなかったんで、まあしばらくまたないかもしれないんですけども、今回はエイブルキャリーっていうところのデイリープラスっていうリュックを紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。